ざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけども、超無敵街道ってことで、防御力ですね。まず、メダルでなんですけれども、1500ぐらいになっておりまして、で、サポートですね、こちらディフェンダーで防御力の増加が200ありますので、まあ、実質4000超えした超ガチガチ街道となっております。まあ、今回こちらでね、やっていこうかなと思っております。まあ、早速、敵さんのカイドウが来ましたね。まあ、全然ダメージはね、まあ、ピクともしないんですけれども、ちょっとこれ旗取られたらやばいですね。まあ、ここでスキルで、はい、吹っ飛ばしていくと。はい、ビリビリ食らったおかげで、まあ、回復無効が消えたんでありがたいですね。まあ、ここで早速、無敵を撃っていく。で、まあ、もうここでね、守れていくっていう素晴らしいんでね。まあ、ちょっと行かないでくれ！オーケー。まあ、通常攻撃の最後はね、意外と多段が伸びるんで、そこがまたいいとこっすよね。はい、ナイス味方。意外とやるね。犬嵐こんな火力あったっけって思うぐらいめちゃめちゃ火力あるよ。で、ここでスキルで、ババ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 、オーケー。で、とりあえずここ溜めて、まあ、とりあえず防御を上げないと話にならないんで、まず防御を上げたいところですよね。で、ブーストが来てくれるとね、まあ、回復もできると思うんで、そこで、ま、回復したいなっていう感じですね。で、ここで、ま、カイドウ撃破させてもろうて、で、相手のウタちゃんも撃破して、このまま、はい、後ろにいる犬嵐も倒していくということで、ブーストでかい！で、ここで、オーケーで、しかもブーストのおかげで回復していくと。で、味方もいい感じで守れてますね。で、もちろんゲージを貯めといて、まあ、貯めた後、まあ、そのまま C 旗に行きたいなっていう感じですね。はい、溜まったんだけど、一応奥からキングがいるんで、はい、そこはスキルは絶対当たらないよね、っていう、はい、通常攻撃でバシバシと、はい、回避しましたね、敵さん。はい、一応多分あそこの奥の旗多分行くと思うんで、まあ、そこの旗取られないように意識しておきましょう。はい、ここで通常、はい、全然スキルが当たらないと。はい、ここちょっとやばい。最後で、ダダダダダン、オッケー。もうこれね、多段のおかげでマジ助かる。C 旗がちょっとやばいですね。で、一応スキルで、ババババ当たってくれ！うん、誰も当たったけど、うん、全然ダメと。ちょっとここで通常で、ダダダダダダンと、オッケー。もうこれマジ多段助かる。はい、じゃあスカイ入って、はいはい。もうめちゃめちゃ大活躍と。はい、ここ当たらない。でもけど大丈夫。お、味方ナイス。やばいですね。このままちょっと旗をどこか取れればいいんですけど、誰か裏切ってますね。神獣カイドウですね。カイドウ裏取りさ、マジで厄介すぎる。はいはい、ここ、あ、もう取られちゃうな。これやべえ。ちょっとスキル間に合わないかもしんない。うわ、ごめん！これスキル間に合わなかったらマジで良くない。いやー、ちょっとこれ待って。取れるチャンスは味方ない。やべえ！けど、硬い。まあ、一戦目、まあ、こんな感じなんですけど、こちら最後取りたいところなんですけど、取れるか、取れないってことで、ありがとうございます。皆さんごめんなさい。はい、ってことで、2戦目、とこでやっていきましょう。まあ、とりあえず、まあ、いい旗を取ってから、まあ、ゲージを貯めないと話にならないかと思うんで、まあ、とにかく、ゲージを貯めることが、まあ、優先順位だと思いますので、まあ、とにかく、ゲージを貯めましょう。で、もう C 旗の味方取ってくれてるんで、ここで早速ですね、まあ、援護っていう感じですね。まあ、もうスキルにはね、もう、とにかく援護するために使っちゃいましょうって感じですね。どうせね、これ貯めてる間ね、まあ、スキルね、使わないとやっぱりもったいないと思うんでね。まあ、C 旗がもう早速やばいですね。取られそうですね。これワンチャン、大丈夫。いける。間に合った。はいはい、全然いける。全然効きませんと。これが防御力の強さです。はい、やるやんけ。これでっけら。ほんとにマジでやめて。はい、ここちょっとやめてくれよ。はい、ここ通常からのスキルを貯めて、ベシ、ドーンと、ゲーム奥まで当たっていく。けどさ、敵の攻撃全然効いてねえな。しかもあれちょっとずるいな。エンマゾロンあれ強いよね、マジで。スキルマジでもう、やばい。エンマゾロンにダメージ与えた分、こっちにも被害めちゃめちゃかかるんで、ほんとそれがしんどい。ここは貯めてからの当たるか？オッケー。まあ、ちょこっと当たった感じですね。で、ブースト来ればもうどうにかこうにかなるんで、まあ、ブースト来てくれって感じですね。はい、ブーストナイスって感じで。で、とりあえず、俺奥の旗行きたいんで、ちょっと奥の旗ゲージ貯めに行きましょうかって感じで行きましょう。はい、ここ任せてくれ。俺が取ったらここはスキル2でカバーしつつ C のカバーもしていきたいんで、オッケーカバーしていく。いや、素晴らしいな。で、C 旗ちょっとピンチですね。ちょっと C 旗守ればよかったんですが、お、ナイスですね。味方が倒してくれました。はい、通常からの、あ、これちょっと嫌いなの。シャンクスはやめてほしい。全然ダメージ食らわないこと聞きたい。オッケー。うん。で、とりあえずここでスキルでダダダダン。当たったけど、全然ダメージ食らっていない。はい、通常からの、うん。全然ね、シャンクス嫌いになりそうですね。
まあ、けど、あの、大してダメージ食らってないんで、まあ、そこはね、よしと、あ、これやべやべ。あっぷねえ。炎末はちょっととにかく危険なんで、いや、まあ、全然大丈夫。ナイスですね。二人かかってきてもこれですからね。はい、ここでね、スキルでバイベベベント、ゲイ。で、全然大丈夫だ。二人から守れてますからね。ちょ、ブースト中なんで、とりあえずここはちょっとスキル2を使っといて、で、味方もね、まあ、守りつつですね、旗をね。はい、はい、OK、OK、当たって当たった、OK、OK、OK。大丈夫。耐えろ。うぅ、危ねえ。で、ブースト来てね、君ね、これ当たるか？当たったけど、ダメ。いや、ごめん。耐えて。いいよ、いいよ、いいよ。これダメだな。多分俺死ぬな。ジャスカ入って。はい、はい、はい。ちょっと、剥がれろって。お前、この、あごめん。いや、これきついわな。いや、もう、ハテナ、もう、ハテナさん強すぎなって。ここは残り数秒ということで、シャンクス出したところで意味ないんですけど、味方がまあ、5ドリ最後してくれてる。4ドリですね。はい、ここが最後グリフって、ありがとうございました。では、ラストの試合ってことでやっていきたいなと思います。まあ、1戦目も2戦目もですね、まあ、結局は、まあ、防御力をね、カチカチに上げちゃって、まあ、旗の中にいて、とにかく、とりあえず、まあ、スキル2で援護。で、スキル1で、まあ、回復していく。まあ、こんな感じで、まあ、全然今でもですね、まあ、現役でやっていけますよっていう話なんですよ。やっぱり防御力はね、上げちまう神だよねって話なんですよね。で、味方が早速ですね、まあ、C 旗取ってきてくれてるんで、ナイスって感じですね。そして自分はここからスキル1で、まあ、援護しつつ、ホロブレス、誰も当たらないブレス。あの、本当に意味がないブレスでしたね。で、ここ。あ、まあ、全然効かないんですね。まあ、銃とかで、はい、全然効かない。見て、これ。はい、これです。はい、全然ビクともしません。あの、攻撃したのっていうレベルなんですよね。はい、任してくださいよ、と。で、ここでスキルで、ガガガガ当たれ、当たんねえ奥まで当たってくれるとマジで嬉しかった。このスキル値さ、なかなか当たらない。もうちょっとね、修正してくれると嬉しいなっていう感じですね。まあ、貯める時間をもうちょっと短くするとかなんかすれば渡りやすくなるのかな。どうすれば当たらなくなるんだろうね。皆さんちょっとぜひね、教えてほしいなと思います。今、ちょうどですね、まあ、ブーストが来たんで、まあ、できれば4旗取れたら嬉しいですよね。まあ、ここ C 旗のとりあえず援護するためスキル2を打っといて、気持ちいいいや、これ決まった時気持ちいいよね。はい、ここで、ボロブレス、何も言えなかった。ボロブレスがホロロロブレスになってしまった。いや、全然聞いてねえ。言いたくない、かよくない。全然聞いてない。やば。マジで強すぎる。もうここに立ってだけでか、オーラ全然聞いてない。見たこれ、みんなこれですよ。はい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 、もうチャージしてからのベシンと、オッケー。で、回復して、HP もマックスと。で、まあ3人なんで、あ、裏がちょっとやばいですね。ちょっとカイドウさんですかね。まあまあ、全然大丈夫。ブルックごときじゃね、やられないよと。ブルック多分攻撃されても多分回復するだけなんで。あ、やべ。もうスキル1でどこ、あそこの奥も当たるか。当たらないよね。あ、当たったし。誰か当たったし。めちゃめちゃいいわ。全然聞いてないんだけど回避しちゃうよね。これわかる。もう、回避したくなっちゃうよね。オッケー、これも当たっていく。まあ、ダメージ食らなくても回復しないとね。はい、ここスキル2で、相手のブースト中なんで危ないんで、はい、ここ援護。あー、マジか！いや、奥取られてもうた。やべえな。味方が多分一気に二人復活すると思うんで、自分ここを二つ守っとけばどうにかなるでしょう。オーケー！ここでも倒していく。で、ちょっとやばいですね。まあ、C 型多分大丈夫として、奥がやばそうだね。あー、まあ、ゾロだから大丈夫だな。多分こっちに来てくれたらしいな。来ないな。お、ナイス！で、もうここの C 型も多分大丈夫なんで、あと味方もあっちの奥いると思うんで大丈夫ですね。はい、ブースト来たんですけど、まあいい感じでありがとうございました。皆さんも試してみてね。またな！